リカルド・フレーダはイタリアの映画監督、脚本家である。日本ではリカルド・フレーダとも表記される。ジョージ・リンカーン、ロバート・ハンプトン、ロバート・デイビッドソン等多くの職業的変名を持つ。エクスプロイテーション映画に作家性をもたらした映画監督として知られる。1909年2月24日、エジプト王国のアレクサンドリア県アレクサンドリアで、 ナポリ出身のイタリア人を両親に生まれる。初中等教育はイタリアのミラノで受け、高等教育段階ではローマのイタリア国立映画実験センターで学んだ。サイレント映画、過去からの個性で知られる映画監督、ジェンナー・ロリゲッリが1937年に監督した映画、一切の望みは捨てよの脚本に参加し、脚本家としてデビューする。 リゲッリ作品の脚本を連続的に手掛ける。1942年、戯曲、ドン・ケイザルで、バサンの4度目の映画化作品団、チェーザレ・ディ・バザンを監督し、監督業に進出する。ソードサンダルと呼ばれる、歴史劇的スペクタルによる、剣劇映画を得意とし、第二次世界大戦後のネオレアリズムの潮流にあっても、同ジャンルの作品を手掛け続けた。 1960年代以降は、エクスプロイテーション映画と呼ばれる作品を手掛けた。1996年、ファンタフェスティバルで、厚労賞を受賞する。1999年12月20日、イタリアのラツヨ州ローマ県ローマで老衰により死去した。満90歳没。ありがとうございます。